美味しそうなお寿司に仕上がったぞ。これ見てみて。ほら、こんな感じになってるよ。これちょっと回しますよ。ぐるっと回すと、どうですか？こんな感じで美味しそうに仕上がったね、これ。今日はこのお寿司で晩酌や。はい、前田明坊でございます。よかった、本日も一人晩酌始まりました。よかったね。もう今日はもう、暑かった。今もジョギングして風呂入って喉カラカラ。まずは一杯目ルイ行っとこう。もうこれが楽しみで楽しみでしゃあないからね。ということで、まずは行っときましょう。ビールね、チャラッと入れて。ではでは本日皆さんお疲れ様でございました。いうことで乾杯でございます。一杯目のビール。あー、たまらんな。この至福のひとときのためにジョギング、汗かいて汗ダクダク。いうことでね、今日は何やねん言うたら寿司作ろう。いうことで何を言うとんねん言うたら、一応こんな、今日はこういう簡単な、これはね、カツオのたたき、まあそんなにね、何ていうの、どこでも売ってるこういうカツオのたたきなんやけれども、で、これ以外にこういうお刺身が売っとりました。ということでね、チャラーっと回すと、回したらちょっと後ろは見えへんからな。ここにね、マグロがあんねん。で、ハマチで、これがサーモンで、こっち行って、これが甘エビかな。で、ここにイカがあって、ここにタイがおります。ということで、こんな感じ。ということで、今日はこれでカツオのたたきはもう当てでそのまま行くんやんで、行くんやけれどもね。で、それでこれな、ちょっとな、ネギ入れようか。ネギをちょっとこう上にまぶして、ちょっと落ちたら落ちたら。で、もうここにね、もうポン酢かけても、今日はもうチャラーっとこんな感じで、よっしゃ、これでいっとこう。ではでは、まずは一発目のカツオのたたきいっときましょう。あ、これちょっとあれじゃん、ニンニク入れた方がいいわ。ちょ、ニンニクおろしニンニク忘れるとこやったね。おろしニンニクね、まあそんなにね、アホほど入れてもしゃあないから、まあ軽くちょっと出てけ、チャラーっとこんなもんでいいかい。よっしゃ、こんなもんやな。よっしゃ、ちょっとこうニンニク、このちょっとこのニンニク入れるだけで風味が違ってくるね。ということで、カツオのたたきいっときましょう。うまっせやね、カツオのたたき。まずはいただきます。うん、うん、あー、この大葉の苦さとニンニクのこの何ていうの、ニンニク臭、たまらんな。おいでみる。あー、ごくごく飲めるわ。そうでな、作ろう作ろう。そうで、ちょっと待って、カツオのたたきはこっちどいてもうて、でや、こっから一応ネタも、ネタちょっとこの辺置いとこうな。で、これこれこれですわ、お寿司作る機械。まず酢飯、お酢を混ぜたご飯は一応ここに用意してあるんで、で、ここで一応どういう原理かやったら、ここにね、ご飯入れるわけよ。ほいで、これね、こういうのね、これガチャンコするわけよ。ほんなら、一応まな板とこういう風になっとったらさ、これご飯がこう出来上がるやろ。で、このまな板をくるっとひっくり返して上を持ち上げたらさ、ご飯がピッと上がってくるやんか。で、そこにネタを乗せていったらお寿司の完成ということでね。ということで、ちょっと待って、だからまずはこれ取ってやな。で、ここにご飯を詰めていくんや。ということで、まずこうなってるから、一応ここにご飯を詰めていく。初めてやるからね、ちょっと待てよ、ご飯詰めていくんだから、これ穴にうまいこと入れへんの、これ。ちょっとこれうまいこと入るかい、これ。穴に詰めていくんだから、これ結構難しいぞ、なかなか。これちょっと待てよ、ご飯うまいこと入れんとね、うまいこと入れんとな、なかなかご飯が入っていけへんから、とりあえずちょっとこれで押さえてみるか。ちょっとまず一発目に押さえてみよう。よっこいしょー、いうことで、ね、押さえてみよう。ちょっとだけ押さえていってなら、一応こうなるから、もう一回ここに押し込もう。よーし、もうええ感じちゃうかい、これ。ちょっとな、どないなのか分からへんから、とりあえずこれでちょっと押さえてみる。プチューっとこれで押さえてみるな。なら、一応これでご飯は固まってるはずやねん。だから、あとはこれをちょっとひっくり返す。これをやね、ひっくり返すのよ。よいしょー。
ていうことで、とりあえず今ご飯入れたらこんな格好になって、これをさあと押し込んだらポコってもの何のあのご飯が出てくるような仕組みになってると思うねん。だからやな、あとはちょっと待って、ちょっとこれどきよ。とりあえずはこれここ置くやろ。でここにどうする、まずはわさび塗っていこう、わさび塗っていこうというか、もうわさびここにお、もう押し付けよ。ちょっと待って、アップでいこうか。こんな格好でここにわさびをこうチュルッと乗せて、取れへん取れへん、わさびちょろっとこう乗せて、乗ったで、わさびちょっとこう取って、チュッチュッ、これちょっとわさびつけすぎか、いけるか。まあわさびな、わさび好きやからいいんやけど、よっしゃ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 、ええ感じ、よっしゃ。でこれでちょっと待って、なんか初めての試みやからできるかどうか心配やわ。よっしゃよっしゃ、いったで、こんな感じでわさび乗ったら、よっしゃ。なここでやな、で具材、まずはマグロやな、マグロをこう乗せるやろ、ちょんちょんとこう乗せるわけよ。でここにハマチや、ハマチな、ハマチをこうちょんとこう乗せるわけよ。よし、で次はこれやな、タイか、タイよ、タイこう乗せる。あ、せやな、ちょっと彩りを考えようか。でいいか、白いな、サーモンもいこうか、サーモンな、サーモンをちょちょっとこう乗せるわけよ。でマグロ、もう一回ここマグロいって、マグロいって、よっしゃ。でこんな格好でいって、なかなかちょっと見えにくいから、ここでいこう、ここで、で次何やった、次はこうか、こうやな、こう乗せるやろ、ここでこう乗せんねんな。で次何、次サーモン、サーモンですな、サーモンもここでこう乗せる。でちょっと待って、でもう一回マグロいこうか、マグロこの辺行って、で横何、横白いやつ、あ、イカ行ってないな、イカ行っとこう、イカ、よし、これで、よっしゃ、できた、ええ感じで乗った、こんな感じでね。で、あとどないせんねんと、ここ隙間空いてるから、これブチュッとこうやったら上に出てくるはずやねん。やったことない、わからない、いいね。3、2、1、よっこいしょ、ほら見て、できたできたお寿司の完成ですわ。美味しそうなお寿司に仕上がったぞ、これ見てみて、ほらこんな感じになってる。これちょっと回しますよ、ぐるっと回すとどうですか、こんな感じで美味しそうに仕上がったね。これ今日はこのお寿司で晩酌や。ということで、美味しそうなお寿司出来上がりました。見てこれめちゃくちゃええ感じになってない、これほらまさに飛び出せお寿司いう感じで飛び出すお寿司で晩酌飛び出すお寿司とカツオのたたきで晩酌それで、まあ、たたきな、たたきもうちょっと言っとこう。よしよし、うわあ、初めての試みでな、できるかなと思ったけど、できたな、面白いな。うん、でカツオのたたきね、食べましょう。ちょっとここあのニンニク入れたら美味しいですよ。うん、おいで、ビール、うまいな、うん、あと、ビールないわ。で、まずお寿司はここでいいんやけど、こうやって今日のね、お醤油、これいきましょう。最近ハマってるだし醤油、ちょっとね、だし醤油薄いけど、ええんですよ、この風味がね。これで、何、まあ、そうか、わさびつけたやな、わさびつけたんやから、まあまあちょっとだけ溶いておこうか、ちょっとだけわさび溶きましょうか。ということで、だし醤油にわさびをこう溶きますということでね、一応まあ、お寿司の下にわさび入れたから効くとは思うんやけど、まあでも練りわさびやからな、ちょっと効きは悪いか知らんけど、今日はこれでお寿司食べていきましょう。そのためにまずは酒や、お酒も新しいの持ってきました。氷を入れるだけいうふうな格好で書いてあるけれども、角ハイボールの濃いめ、ちょっと見て、濃いめって書いてあるね。で、なんやねんって、アルコール度数 9% で、氷を入れるだけやねんけど、氷入れんともう冷やしてあるから、もうこれこのままでいこう。だからちょっと待てよ、これ濃いめ、あ、濃いな、確かに濃いわこれ、ほら色めちゃくちゃ濃いぞこれ、酔うぞ、まあええわ。ちょっと待てよ、これお寿司ここやな、ここ置いとこう。まずはこの
マグロからいこうか。マグロ。マグロちょっと待って。横にこう倒して、ちょっと待って。手で持ったはずだな。倒、あの、あれ。あ、あかんあかんあかん。反対になったっつうね。ちょっと待って。よしよしよし。これで、いっときましょう。いただきまーす。うん。小粒のシャリがええわ。うん、うまい。ハイボール。確かに濃いわ、これ。思いっきり濃い。思いっきりウイスキーの味すんで。サントリーハイボール。うん、すらすやわな。この色見てや。酔うてくる。これうまい。うん。で、こっちがあの、たたきもうまいな。今日はもう魚三昧。うん、たたきたたきたたきも言ってみましょう。たたきたたきたたき、こんな格好。これやっぱあれやな、何やろ、ニンニクがええわ。うん、なかなかちょっと配置が見えへんな。あ、こうしようか。こうしようこうしよう、こうやってみんな。これちょっとニンニクがちょっと少ないから、ちょっとこう足しとこう。こう。よっしゃ、これでどうや。よっしゃ。な、うまい。ええ感じやな。うまいうまい。お寿司5。お寿司を、やっぱりあれやね。何ていうの、ちょこっとこう、踏んづけたよか、シャリ固めたやんか。固めたんがええな。うん。でないと形が崩れるから、ちょっと待って、取れへん。よし。いいか、いいか、いいか、よし、チャラッとこうつけて、よし、いいか、いいか、いこう、取れ、取れせ。うん、うん、うまい。これで、こっち側のカツオのたたき。今日は何を思ったか、魚で晩酌しよう思って、ずっと決めとって。で、何思ったか、だいぶ前にこのお寿司作る機械っていうか、これ持っとったから、ね、今日やってみよう思ってやったけど、おもろいな、これ。うん、これ、はよ、これ酔うわ。うん、すでに2杯目やけど、これ間違いなく回る。うん、うまいけどな、うまいけどというか、うん、度数はきつい。で、これはハマチや、ハマチハマチハマチな。これ上から押さえたら落ちひんかしら。いけるか、いけるな。あ、いけるわ、いけるわ。いっときましょう、ハマチ。うん、やっぱすめ、あ、わさびがええ感じで効くわ。酢飯がええ感じで効く効く、うまいうまい。うん、ほいで、このネギをドカッと乗せて、ちょっと待って、このほらニンニクがいっぱい乗ったやついっとこう。うまい。うん、やっぱりでも、まあ、人好き嫌いいっぱいあると思うけど、なんでやろ、飯食い持って飲む酒っていうのも、多分タイプ分かれると思う。僕どっちかというとビール派っていうか、ビールは好きやんか。だから、うん、飯食い持ってでも何でも、そのビールが結構合うような気がするんやけど、この強すぎる酒、酎ハイとかそんなやったらええけどな、ハイボールとかなってくると、やっぱり酒が強すぎるから、うん、なんかすぐ酔いそうな気してこっちになんか気入ってまうから、いまいち会えへんな。お前に会うか会えへんか聞いてないわ、言われたらそれまでだけどな。うん、そうで、カツオのだけだ。もうカツオのだけあんまないぞ。ちょっと待てよ、下、もうネギもあんまないし、ネギをこう上に乗せといて、どこか、あ、しもた、今頃ガーリックチップ前こうたんどっかあったんじゃん。うん、
もっとね、あれ前どっかこうだっけ、あガーリックチップ持ってくるわ、うん、ビールビール、ビールじゃん、あーこれ絶対酔うわ、ついでに次なのにもういっとこう、そういうことでね、ちょっとこの卓上を整理してやな、ちょっとまだグラスを変えてちょっと映ね、これで映る映る映ね、で最近ちょっとドハマり中のソウルマッコリいただきまーす。マッコリマッコリー、あこれ振ったらあかんねんな、でもあれやね、前一回飲んでな、あの白いやつがな下に沈まってんねん、だからちょっとはこう上下で混ぜなあかんからな、これハマってるわ最近、うまそうでしょこれ、うわーほらこれうまいのよ、どう、あーうめえな、うん、そうでお寿司いっときましょう、どれ、サーモンとか、サーモンな、サーモンでございます、これ自分でこうやってやるの楽しいでしょう、いっときましょう、うん、うまい、でもうカツオになるけどあんまないぞ、もう言うてるはないやん、よし、いっとこう、うん、あ、そうそう、カツオ、ガーリックチップ取ってきて何やってんねん、これ前こうだよ、これニンニク揚げたんねん、これをね、これどうなったっけ、あ、これ、え、どうなった、これをここにこうかけんねん、ちょっと待って、この、わかる、ほらほら、わかる、この乗った、これを、で、このままでほんとに食べんねやんか、ちょっと待ってや、落ちんやろな、落ちるか、落ちんやろな、落ちるなよ、いける、いけるか、いけるか、ほらほら、このままでいってみましょう、ほら、うん、あ、あ、香ばしいニンニク、もう最後や、最後の最後に持っていてどうすんねん話や、うん、うまい、あーうまいな、で、あとは寿司やな、で、ハマチ、え、ハマチいこうか、ハマチ、ハマチ、よっしゃ、あまちゃん、あまち、じゃらっとこうやって、よし、これでいったわ、いってみましょう、でもシャリの大きさ的にはちょうどええ大きさやわ、最初これ見た時小さいんかなとか思っとってんけど、でも今食べとったらシャリの大きさちょうどええ、ネタがどうしてもあの刺身用やったからちょっと小さいけど、自分でこう切って、まああの、か、あのカツオのたたきとかね、じゃあたたき寿司みたいな感じな、たたき寿司だ、それ思うな、たたき寿司な、たたき寿司今度作ったろうかなあーでもそうやけど最近ジョギングしとったらさ、あの人が増えてきてるね、やっぱりあの暑いからが、暑いっていうか何の、外が出やすいような格好になってきたからしか知らんけど、でジョギングしてる人も結構増えてきて、あ、今日も最近、あーちょ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 反対側やってもたかな、あ、今日も最近あれですわ、短パン半袖で走っておりますんでね、うん、あ、今日のこの生わさび結構効くわ、いつもなんか何、あのこのチューブのわさび効けへんなーと思うとってんけど、あのさすがにさっき開けたとこやね、開けたとこやから余計効くんか知らんけど、ツーンってええ感じで効くわ、うん、うまうまい、でこっちがタイや、タイめでたいどうもチャラッとこう入れて、あ、反対なんだ、反対なんだ、反対なんだ、おーおー倒れてもんだ、倒れてもんだ、倒れてもんだ、いっとこ、いっとこ、いっとこ、
ああ、ええ感じのこの、ああ、ツーンとくる。うまい。マッコリ、マッコリ。うん、うまい。ああ、ハマっとん。今日のこれはほんま、聞けへん。これこれこれ、これは聞けへんわ。濃いめって書いてあるけど、ほんま濃い。めちゃくちゃ濃かった。酒好きな秋穂やけども。さすがに酒いう感じでこれはきついな思ったわ。ということで言っときましょう。もう終盤ね。サーモンやっぱうまいね。みんなサーモン好きやからか知らんけど、あ、これあれやんか、上だけ取って、ちょっと待って、せやせや、上だけをこう取ってやな、取ってこうご飯にのせてな、ほんならちょうだいやん、これほら、うん、うまい、マッコリ。最近このパターン多いね。ビール飲んでからマッコリ。うん、そうやな、ビール飲んで、ビール飲んでから、ビールとかいつものアクアゼロ飲んで、で普通のビール飲んでマッコリとかな。うん、最近その系統多いね。うん、なんでか知らんけど最近これハマってんね。これは、うん、前に紹介したけどね、どこのやつだった、ようがらこんなやつソウルマッコリ。うん、マッコリな、マッコリ飲みやすいですよね、飲みやすい、韓国のお酒飲みやすいわ。そうだ、もう終盤やとこ、ハマチな、ハマチとこ、もうハマチとマグロで最後やし、ハマチ、ハマチ、ハマチを取ってバシャッとこうつけて、よっしゃ、もう乗せよ、よいしょ、でこれでいっとこう。うんま、これお皿の代わりになってええやろ初めてやってんけどな、あのアマゾンさんが中で生だっけな、1000円か1200円かなんか、なんかそんなんで売ってたわ。 なんかと一緒に買うた時に、あれこれおもろそうやから買うたろうと思って、だいぶ前に買うてんけどなやる機会がなかったけど、今日ちょっとやってみようこれでやってんけど、おもろい。でもあのね、最初見てもらったようにご飯最初詰めるときがめんどくさいな、いうのはあるけどねまあまあそら楽しまんとしゃねえからね。あー、もうないじゃん、ないがな、もう、あー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 、うわな、最後これめちゃめちゃこうなんねん、振ったら微炭酸やからあかんねんけど、もうドバッと見たのにめっちゃ濃いねこれ、最後、うん、だから最後めちゃめちゃ酔うねん。そこで最後のマグロや、マグロいっとこう、よっしゃマグロ、しゃーよっしゃー、ということで、ではマグロいっときましょう。あー、ええ感じの今日わさびきくわこれ、うん、うまっ。これでマッコリ、あー、寿司とこの甘い、ちょっと甘いっていうか、うん、ちょっと甘めのお酒って合うな。だから最近飲んでないけど、日本酒とかって結構甘いんよ、あんな合うと思うわ。で今日飲んでたこの2杯目の何やったこれ、サントリーの角ハイボールか、角ハイボールは間違いなくウイスキーやから、ウイスキーやな、合うてるやな、ウイスキー、ウイスキーやと思うよね、間違ってたごめんいつも適当なことしか言えんからこのキューバは確かにこれ氷入れて飲んだ方がええわ、濃い、めちゃくちゃ濃い、酒好きな私でもうわこれ酒やとか思うたもん、アルコールやとか思うたもん。このほんまマッコリはうまい、どっちやねん、急に話が飛ぶなよって言うて今日は初のこのお寿司製造機械でよう分からんけどこれ、ね、晩酌してみました、色で、あー最後のマッコリも堪能本日の一人晩酌も大満足、よくてごちそうさまでした、さよなら、バイバーイ。